何分蛇がうろついてますので、安全な場所が他になかったのです。それと余人を交えずにお話ししたいことが。単刀直入に申します。私と共にこの島から出ませんか。ここは蛇に見入られてしまいました。私の実験場所としてはもう使えません。もちろん、あなたとあなたの思い人の二人、ぜひとも私の故郷プロヴァンスへご招待させていただきたいのです。ええ、ジェーンも一緒です。二人揃ってなければ私の実験ができませんので。いかがいたしますか。会長のご指示で別の場所に閉じ込められています。会いたいですか。ではこちらへ。お二人でご相談なさってください。この島を捨てるかどうかを。ついてきてください。お疲れ様でした。ドクター、ドクター助けて。お待ちください。これは会長の指示です。自由ですか。失礼しました。あまりに場違いな言葉を聞いたもので。念のためにお聞きしますが、ドクターは本当に彼女の鎖を外すことを望んでいるのですか。今日このような結果を招いたのは彼女自身の運命の流れからの必然です。北緯37、統計14、10月10日16時24分、ジョバンナ・ロッセリーニはこの日この場所で生を受けました。そのことに対し何の意味も見出せない人にとっては、あなたの言う自由も幾分かは真実味のある言葉かもしれませんね。
つまり彼女の場合はシチリアで生まれてから今に至るまで有形無形の状況で鎖に縛られ続けてるのです。彼女から事情を聞いたのなら言わずともお分かりでしょう。それは結果の一つでしかありません。彼女は望み、そして今もこの場所にいる。魂を縛られ続ける場所に。なぜならそれこそが彼女にとって最も幸福なことだから。鎖の片側を持つ者と常につながり合っていられるからです。縛られるのは縛る者がいてこそ成り立つもの。縛る者が常にそこにあり、自我のとどまるべき領域を示してくれる。それは心に限りない安らぎをもたらします。一体人にとって真の不幸とは何なのでしょう。どれほど多くの友人がいても、どれほど親密な家族がいたとしても、互いを縛ることなく対等の建前のもとに、ただ自我を垂れ流し合ってるだけの関係だとしたら、人の心はとどまることなく拡散し、やがて自分自身の姿すら正常に認識できなくなってしまうでしょう。心はつなぎ止めなければ容易に拡散するものです。自分がどこにいるのか、あるいは何が自分なのかが分からなくなった状態こそが真の不幸だとは思いませんか。彼女の天真爛漫な明るさや大地にうがたれたような心の強さは、彼女自身がしっかりと自らの魂の形を認識してるからに他なりません。それが可能だったのは、彼女が常に縛るものと鎖によってつながり合っていたからです。神か父親か、あるいはあなたか。そうです。彼女がシチリアからこの島へ来たこと、メイドとして会長に仕えていたこと、あなたを愛したこと、心の命じるままにより強く自らを縛るものを求めた結果、彼女は今ここにこうしているのです。それでもあなたは鎖を解き放ちますか。矮小で偽善的な自由を振りかざす前に、彼女にとって真の幸福とは何かを考えてみましたか。もう一度お聞きします。彼女の鎖を、あなたは。正しい選択です。ドクター、契約受けたまわりました。これであなた方お二人の安全は保証されます。ドクターは自室へお戻りください。彼女の処遇は私の方から会長に掛け合いますので、どうぞご心配なく。少なくとも今夜には無事お届けいたします。私と共にプロヴァンスへ行く件、どうかよろしくお願いします。
ろしくご検討。ドクター。
たらいいから。それより聞いて、やっとヘビが捕まったんだって。うん、それがね、なんとあのピエールさんが捕まえちゃったんだって。なんかね、若い頃砂漠でサバイバル経験があるって。でも意外だよね。